アンドリー・オレクシオビチ・ボロベイは、ソビート連邦、ドネツク出身の元サッカー選手。ポジションは、FW、MF。ウクライナのシャフタール・ドネツクでキャリアをスタートさせた。1997年にトップチームに昇格した。2000から01シーズンに、リーグ戦で21点を決め、得点王に輝いた。シャフタールでは、 1997年から2007年まで、延べ10シーズンプレーした。2007年6月17日に3年契約を結び、ドニプロに移籍した。ドニプロに移籍してからの初の国際大会となった、UEFA カップ2007から08では、第1ラウンドのタイヤバディーン戦でゴールを決めるも、ホームで1から1、アウェーで0から0であったため、アウェーゴールルールでチームは敗退してしまった。 2009から10シーズンからアルセナルキエフでプレーしている。2010年5月28日、メタリストハルキューに2年契約で移籍した。代表には2000年5月31日のイングランド戦でデビューしている。2006FIFA ワールドカップにも出場している。2007年 UEFA ユーロ2008予選のフェロー初当戦でゴールを決めた。これが 自身の代表を9点目となっている。ありがとうございます。